こんなカムハンには俺は当初乗ってないけど、でもまあこのやっぱ田舎のさ、やっぱ若者だったらみんなチャリはマスターしてるわけ。そんな俺が久しぶりに乗ってさ、ちょっと恥ずかしい思いがあったよ。ちょっと急いだったで、あのガムテープ買いに行こうと思ってこう行ったんや。そしたらもう急いだったも立ちこぎするやん、急いだったで前にさ、信号待ちしとってさ、子供小学生ランドセル乗った子って優越感に浸ってまって俺は。誰も止められない、爆走するわけよ、立ち起きのまんま気持ちいい感じで走っとったんやけど、なんかの溝みたいなさ、ちょっとへっこんだとこあるやん。もうそれにさ、俺調子こいとるもんね、さあのズザンみたいになってさ、前から来たおじいちゃんいい感じにこうすれ違いざまになってもらったもんで。あの若者は何を今さ、小学生やマウンテンバイクでもう気持ちいいやん。でもだんだん高学年になってくると、これが欲しくなってくるんやな。中学生、そうそうそう、このママチャリが欲しくなってくるんやって。小学生の高学年でもママチャリ乗れたらもう勝ち組だ。俺はもう21歳でこれ乗っとるわけよ、うん、もう恥ずかしいやん。ということでやっぱりあのみんなにもそういう青春時代あると思うんだけど、やったことあると思うんですよね、こういうのって。これは多分売ってる。ケツもさ、ちょっと上がってるとこクイッてなってるとこあるじゃないですか。やっちゃいけない高校、やっていい高校あると思うから、それは気をつけてほしいんですけど、これ外してこれぶっ刺して、これで力づくでグイって上げるだけ。さあ、あと一つびっくりしたのがこれ反射板なんですけど、反射板っていうかさ、学校で中学校高校でもらうじゃないですか、たくさんつけんのよ、かっこいいから。つけるつける。なんだけど、おばちゃんに聞いたらさ、もうこれしか売ってないとか言って。まあ確かに今の時代こういうのがかっこいいのかもしれないんですけど、今回いろいろなちょっとまあ物も買ってきたりだとか装備とかして、これとね、やんちゃりに改造していきたいと思います。